ごきげんよう、山口あゆきです。今からマスク作りに入っていきたいと思います。まあ、こんな感じでやってますよっていうのを見てもらえたら嬉しいです。じゃあ頑張ります。ネイビーの手作りマスクの注文が入ったので、糸は黒です。なので家変えたいと思います。スス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 、時間ないからちょっとほんま集中するわ。黒のね、糸がね、ここにねあるのね、これを埋めていくのだ。たったったった。一人でいつもこんな感じでやってまーす。あれ？はい。ここはちょっと早送りします。ビビビビビピン。はい、ということで今から生地を切っていきたいと思います。しなやかにですね、大阪人ならではのボケをかましていますが、皆さん、スーッと、流していただけたらなと思います。あらかじめね、生地は直緊張してるんですけれども、見てください。本当にね、こうしてチェックを入れながら、サイズ感がねバラバラにならないようにちゃんとね測ってやってるんですね。最初の方はですね、測らずにやってしまうと、あれこれ子供よ、あれこれで大人よっていう風にちょっと不思議な形になってしまったんで、そこはやっぱりしっかりねやっていかないといけないなという方針でしっかりチェックを入れています。当たり前やっちょねんということなんですけども、今日はですねネイビーって言ってましたね。ネイビーを塗っていきたいと思います。最初のうちはですね、やっぱりねこの待ち針っていうのはすごい狂気でね、指に30本以上刺さっていました。はい、それは嘘です。ということで今から縫い始めていきたいと思います。やっぱ切ってるとね早いですね、何でも。ここからタタタタタタタと、ミシンをかましていくわけなんですけれども、本当に最初はねミシン本当に難しくて、もうガタガタもいいところでね指塗ってしまうんじゃないかというぐらい本当にガタガタだったんですけども、おかげさまでたくさんのご注文をいただいて、それまでしっかりね練習をしてですね、まっすぐには縫えるようになったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでね、私はこうやってねミシンを、したりとか料理することとか、手先を動かすこと結構好きなんですけど、いつも母に言われるのは、段取りが悪い、雑やということをよく言われるんですけど、もうすでにトラブルが起きていますね。なんでしょうね、なんか布が進まんのかわからんけど、ちょっと不思議な感じになっていて、ってなって、そこからめっちゃ早いみたいないきなりいきなりボーン行くやんっていう。でもね、こうして何度も何度も失敗しながら成功につなげていきたいっていう、その思いが大事だと思うんですね、私は。だからといってね、なんていうの、ぐーたらやるとかそんなんではないんですけど、やっぱりね、一生懸命やってる人に対してバカにするっていうのは良くない。絶対良くない。なので私は、失敗多い人間ではあるけれど、絶対に人をバカにすることはしたあかんなって心に誓って生きています。そうかもね。なんかやってね、何回ミスしたら気が済むねん、ほんまに。と、まあこういう感情も出たりもしますけど、それが人間なのです。で、これは一体何をしているかというと、綺麗な丸みを、帯させるために、切って曲がり角を作っています。このハサミはね、めっちゃ切れるんですよね。で、綺麗にこう切って、ジグザグに切ってますけどね、ジグザグじゃないんですよね。こっからですね、わけのわからん歌をね、ずっと一生歌ってるんですよね。かい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 。ルルル。ああ、ヒーターがあったかいわ、下の。ルルル。ルルルルル。トゥ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 ルルルンラ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 ンあれ見え糸がどこにあるかわからない手
ては不器用だけれどみんなのために頑張る、それが Factory Yay。 何度でも間違ってもやり続けること、それが一番大事なんだ。はい、ということでここからホコリをちょっと取って型を入れていきたいと思います。でね、もうちょっとねみんな飽きてきた頃かなと思うので、ここで突然山口彩希質問コーナー、イエーイ、プチプチ質問コーナーです。よく聞かれることなんですけども、質問山口彩希にお便りが届いておりますので、そちらの方を、お伝え、読んでいきたいと思います。山口彩希はなぜ日本の歌を歌うようになったのかっていう質問が結構多いんですけれども、まあ私の著書を読んでいただいたらもう一発でわかるんですけど、日本の曲というか、まあ一番のきっかけはおじいちゃんなんですけど、一番最初に聞いてもらったおじいちゃんに聞いてもらったのが愛国行進曲なんですけど、私そもそもその愛国行進曲を知らなくて、でもしかしたらおじいちゃん知ってるんじゃないかなと思って歌ってみたらすっごい喜んでくれて、まあ本当に今までない笑顔というか一緒に歌ってくれて、これはじいちゃんの青春の歌やって言ってよう知ってなやきって喜んでくれたのがきっかけでライブで歌うようになりました。それ以降本当にいろんな曲を調べたりとか歌うようになってからはすごい、なんていうんやろ、奮い立つというか、いやもう唾も飲み込む時間ないわ奮い立つというか、なんていうんやろ、本当になんか勇ましい曲たくさんあって、で日本のね、そういう唱歌とかその戦時歌謡曲ってなんやろ、その讃える曲が多いんですよね。例えばその自分の国だけを讃えるじゃなくて、他国の今から戦いに行く相手の敵の何やろことまでも何て言うの、褒めたたえてるというか、私結構ねいろんな曲歌う中で海軍の曲結構多いんですけど、日本海海戦っていう曲があるんですけど、この曲がね結構長いんですね。でその一番の歌詞の中に、相手を褒めたたえてる歌詞が入ってるんですよ。すごくないですか、勇ましいというか、今から戦いに行く相手に、敬意を払っているっていうのは、なんていうんやろ、すごいそこでわ、なんやろ、見下していないというか、全ての人と対立にすごい敬意を払っているっていうところがすごい素敵だなと思って、そういう思いを引き継いでいきたいなっていう流れで、いろんな曲を知っていけば知っていくほど、いやかっこいいなと思うようになってからライブでよく歌うようになりました。はい、ということで、もう一つ、質問が多かったのが、山口彩希は、曲から作るのか、歌詞から作るのかどっちなのっていうのをよく質問されるんですけど、私曲作るときはね結構もう8割方9割方、メロディーから作ります、曲から作ります、作りますっていうかね、何やろ、メロディーってね感情となんか似てるような気がするんですよ。だからなんかこう普通に過ごしてていいことがあった時って、なんていうの、鼻歌歌うじゃないですか。で多分きっとその鼻歌って今まで流れてた曲だったりとか自分の知ってる曲の記憶上のメロディーで奏でると思うんですけど、私ってちょっと変わってて、なんかまあその音符音符を何やろ、なんか違う曲にしてしまうというか、今ある曲をこういう方向のメロディーに行ったらどうなるんやろうっていう、ちょっと結構研究ではないですけど、なんか自然にそういうのが身についてて、なんかそんなんで曲が結構できるんですね。だからすぐそのボイスメモに撮って、まあ音なしでまあメロディーだけララララララって撮ったのを曲になっていくっていう形がほとんどですね。でまあ一番私が曲できる時っていうのがあって、それがまあ自然の中におる時ですね。自然を散歩してる時とか、あとね車の運転中、危ないんですけどね、その危ないから、そういう危ない
感じでは作らないんですけど、まあ、できたら、まあ、信号待ちの時とかにパッとボイスメモ取って押さえとくっていう、録音しとくっていうのが結構あって、まあ他そうですね、なんか作業してる時に結構できたりします。なので私の曲は大体は私生活からできていると考えていただけたら嬉しいですはい。で、まあ質問はまあいろいろあるんですけど、ちょっとピックアップがちょっと下手くそだったんですけど、また何か山口彩希に質問があれば、コメント欄に書いていただけたら嬉しいです。またその質問をお答えできたらいいなと思っています。で、私ね本当にねこういう風にもう10年近く音楽をやってきてるんですけど、私ねこの中でもう本当に大切なことだなと思ったのがきっかけだなと思いました。なんやろ、私もねこういういろんな曲を作るのにいろんなきっかけがあって、その時の衝動というかいろんな思いで曲を作ることがほとんどだったし、なんかいろんなそのきっかけで人は動かされていくんだろうなっていうのを改めて感じました。のね、空と海の向こうっていうその拉致被害者の解決を願うために作った曲の曲も、これもファンの方にもらったブルーリボンのバッジがきっかけで、深く関心を抱くようになったので、どこでいつ何が、自分に自分とそのきっかけが出会ってくれるかっていうのがわからないし、その時に自分がどうやって動くかっていうのもすごい大切なことだなって思いました。あ、やっとできましたねマスク。はい、ということで本当に出会いやそして別れいろんなことがあるかもしれんけど、それを大切に自分なりに過ごしていきたいなと思います。こんな感じでできてます。マスクいい感じじゃん。なかなかうまいことできましたね。ちょっと失敗しましたけどね、何回かで糸ほどいてまたやったりしてるんですけど、はい、ということで最後はねアイロンをかけて終わりにしたいと思います。布を一枚当ててやることによるのがこれが一番ベストなアイロンかけです知らんけど、はい。でね、こうやって綺麗にアイロンかけるんですけど、これねアイロンって難しいですよね。やっぱり一からシワを伸ばすっていうのは何がとも難しいですよね。はい、やっぱ角度があればね、どこにでもシワがいってね、それも味かなと思うんですけど、いや、なんか商品やからな、味とか言ってたらダメです。できました。こんな感じで紐を揃えて、そっから、いやもう全然紐揃えれてないやん。下手くそやな。紐揃えるのに時間かかっております。で、お袋に入れて、なんでここ、袋を入れまして、はい。完成、パチ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 、よくできました。だいたい1時間半、2時間ぐらいかかりますかね、1個で。はい、ということで、もう作業が終わりましたので、ちょっと、音楽の方に、作業に入っていきたいと思います。というか、私は、レコーディングをするので、山村さんがいろいろ音を、これ入れたりとか、チェックしたりとかしてますね。山村さんが頑張ってる横で、1人コーヒータイムに入ろうとしてますね。はい。自分だけっていうスタンスがちょっとね良くないですね。で、後から山村さんの分も入れました。はい、で山村さんが頑張ってる間に見て見て私のオリジナルコップっていうので紹介してますね。よかったら皆さんいろいろグッズ買ってくださいね。これはないけど、はい、そんな感じです。じゃあ終わり、バイバイ。